海上自衛隊が誇る最大規模の艦艇である出雲、タスマリンセイバー2023への参加の後、新たな任務を実施を発動との情報をキャッチしました。今回は護衛艦出雲が世界で果たす役割を詳しく見ていきますね。F-35B 戦闘機艦載が間もなく始まる中、ASEAN 諸国やオセアニアの島嶼国家に向けた上艦協力プログラムなのだが、海上自衛隊の誇る艦艇として、様々なマスメディアにも頻繁に取り上げられるものといえば、ステルス機能を備えた多用途護衛艦タルモが身型や、イージ駆逐艦のマヤ型、最新鋭の潜水艦、タイゲイ型などが著名だろう。しかし、そうした海上自衛隊の艦艇の中でも、今現在、最も知名度と注目度の双方が高いと思えるのは、同隊の中で、最大規模の大きさを誇る、ヘリコプター搭載護衛艦の出雲、型、その一番艦の、出雲、ではなかろうか。出雲は、この2023年7月下旬から8月上旬まで、オーストラリアとアメリカがの両国が主催する多国籍合同軍事演習であるタスマリンセイバー2023に、両艦の大隅型輸送艦2番艦の下北と共に参加を果たしていた。今年のこのタスマリンセイバー2023は、正式な参加国が13カ国、オブザーバー参加が、さらに4カ国に達し、延べの参加人員も3万名を超える過去最大の規模で実施され、水陸両用作戦の共同実施が強くアピールされていた。これは日本にとっては中国のから軍事的な圧力の増加にさらされている南西諸島の防衛に直結する内容の合同軍事演習であり、ヨーロッパの NATO のような多国籍間の軍事同盟が存在しないアジアにとって大きい意味を持つと感じされた。そんなタスマリンセイバー2023への参加を終えたばかりの出雲だが、その余韻も冷めぬ時間後、8月6日から13日にかけて、今度はまた別の国際的な任務の中心的な役割を果たす活動に従事している。日本の自衛隊及び防衛省のホームページ上では、今回の取り組みを第5回ビアセアン上艦協力プログラム、第1回ビ太平洋島嶼国及び東ティモール上艦協力プログラムと銘打って、その実施を8月4日付のプレスリリースで報告している。これによれば、出雲は今回オーストラリアの東部の主要都市で、珊瑚海に面するブリスベンから、同国の北部の主要都市で、ティモール海に面するダーウィンに至る航海を行い、この途上で、様々な行事を取り行う予定である。その内容は、参加者に、出雲の艦内や艦上で実施される各種の訓練を披露し、かつ、艦載機への搭乗等を実際に行うほか、国際法に照らした海洋関連のセミナー、そして、参加者からの安全保障関連の発表等が予定されている。出雲は、ヘリコプター搭載護衛艦として、回転翼機の運用に止まらず、今後は、短距離離陸、垂直着陸が可能な固定翼機の F-35 ライトニング2を艦載機とすべく、今、まさに、航空母艦化改修の途上にあることは、よく知られている。しかし、現状では、この航空母艦化改修も、一度目が終了した段階であり、2024年度の末から、二度目の大規模な改修を待つ状態にあるため、現状では、各種の回転翼機を艦載機としており、これらへの搭乗が、カリキュラムには含まれているのだろう。また、国際法に照らした海洋関連のセミナーや、参加者からの安全保障関連の発表等という内容に関しても、個人的には、
南シナ海の大半を一方的に領有していると主張を続ける中国に対して、暗にその非合理性を説くものではないかと想像している。今回のこうしたイズモを用いた第5回日 ASEAN 上官協力プログラム、第1回日太平洋島諸国及び東ティモール上官協力プログラムへの参加は、ASEAN 加盟国のうちの7カ国と、オセアニア地域の島諸国家10カ国、および東ティモールと発表されている。オセアニア地域の島諸国家としては、当初は、パプアニューギニアやソロモン諸島の参加も予定されてはいたようだが、今回は残念ながらキャンセルされており、両国の置かれた政治的な関係も影響しているものと思われる。ASEAN 加盟国は、2023年現在は10カ国に達しているが、人口では、インドネシアが、およそ 2.5 億人強で、トップ、キレに次ぐ2位が、およそ1億人強のフィリピンであるが、地域の覇権を握るほどの影響力はいずれも確立できてはいない。オセアニア地域の島諸国家は、ASEAN 加盟国以上に、人口的、経済的、政治的にも小国が多く、近年、富に、経済を背景に、自国の勢力圏へと組み込もうとする中国と、元の太平洋の覇権国家であるアメリカとの間で、国家運営の舵取りを強いられている。ASEAN 加盟国やオセアニア地域の一部においては、第二次、世界大戦で、日本が敗戦を喫するまで、その勢力喧嘩に収めていた場所も多いが、ことに、ASEAN 諸国においては、戦後の日本人が思う以上に、親近感を有している国も少なくない。少し前のデータではあるが、日本の外務省が、2016年に、香港の企業に依頼し実施した世論調査の結果によれば、ASEAN 諸国の中でも、インドネシア、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイの5カ国は、その傾向が顕著に見受けられた。これは、甚だ個人的な見解ではあるが、例えば、インドネシアにおいては、日本自体は、第二次世界大戦に敗れたものの、同地に残っていた日本兵の一部は、インドネシアの支配に戻ってきた。オランダとの独立戦争を共に戦ったことが評価されているのではないかと思える。フィリピンもアメリカの植民地であったものを日本が解放したという側面もあったため、これも同様に西欧の支配からの独立に結果として日本が貢献したことが親近感を醸成しているのではないかと感じる部分ではある。ベトナムに至っては、戦後の日本は唯一の軍事同盟をアメリカと締結している状態で、ベトナム戦争の構図からすれば敵国の側だったにもかかわらず、日本国の当時の反戦デモ等がベトナムの人々に評価された一面もありそうだ。日本の出雲とベトナムといえば、今年2023年6月には、同艦が、両艦である、ムラサメ型護衛艦の6番艦、サミダレと共に、同国の中、南部に位置するカムラン湾の国際港への寄港を行ったことも、記憶に新しいのではないだろうか。この寄港の直前に、海上自衛隊の、出雲と、サミダレとは、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の65番艦、ラファエル・ペラルタ、カナダ海軍のハリファックス級フリゲートの7番艦、モントリオールとの南シナ海での合同軍事演習を行っている。同海上自衛隊とアメリカ海軍、カナダ海軍の艦艇による合同軍事演習はノーブル・レイブン23と呼称されたものだったが、舞台となった南シナ海で、ベトナムは中国との対立を抱えていることから、その行いを好意的に解釈したとも取れる。その後、出雲らは、ベトナム海軍のロシア製のゲパルト型フリゲートである、リータイ島等と、親善を兼ねた共同訓練を実施しているが、ここでも明らかなように、ベトナム軍の装備の大半は、
ロシアからの調達品で構成されている。ゲパルト型フリゲートを、ベトナム海軍は、リータイ島を含め、すでに4隻保有しており、さらに2隻が発注済みで、同級は、基準排水量1500トン、満載排水量1930トン、全長 102.14 メートル、全幅 13.09 メートルの小型艦である。ちなみに、このゲパルト型フリゲート、1990年代前半に、インド海軍からの発注によって、まず2隻が寄港された艦艇だったのが、性能面での不足から受け入れを拒否され、仕方なくロシア海軍が2隻ともカスピ小艦隊運用している。さて、出雲に話を戻せば、今回の第5回日 ASEAN 上官協力プログラムや、第1回日太平洋島諸国及び東ティモール上官協力プログラムを指して、日本の反対派の一部からは、訪韓外交だとの批判が浴びせられている。訪韓外交とは、かつての帝国主義の時代に、主として、戦艦等の自国の大型の戦闘艦を、格下とおぼしき国に寄港させて、その強大な軍事力を誇示することで、自国の軍事的な優位性を示す手法だが、出雲のどこに、そのような意図があるのか、全く理解に苦しむ。